中野博士は日本の男子ボート選手、茨城県スポーツ専門院、学校法人体験学園スポーツアドバイザー、石川県金沢市出身、石川県立金沢二水高等学校を経て、一橋大学小学部卒業、一橋大学ボート部に所属した、2009年にチェコで開催された世界 U23 ボート選手権の男子、 軽量級ダッシュなしフォアで銀メダルを獲得した。世界 U23 ボート選手権での日本のメダル獲得は初めてであった。NTT 東日本に入社したがリオデジャネイロオリンピック出場を目指し2015年10月に退社。2016年4月からプロフェッショナル選手として茨城県スポーツ専門員を務める。 2017年日本オリンピック委員会アスリート委員会委員2018年4月1日より学校法人体験学園スポーツアドバイザーに就任世界 U23 ボート選手権で LM4 が銀メダル獲得世界 U23 ボート選手権大会日本ボート協会2010年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ 2016年8月10日閲覧。中野博士。ちょっと会社辞めてみた。ら。ブログ。ハフィントンポスト。2016年8月10日閲覧。ボート中野博士が帰国軽量級ダブルスカルで五輪枠獲得。東京中日スポーツ。オリジナルの2016年4月27日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20160427110640/http://www.chunichi.co.jp//huspo/article/sports/news//k2016042702000144.h c html, h ット、アスリートインに競泳松田白イコール JOCGG、通信2017年5月15日 -19-21。19 21ありがとうございます。